はい、お客さん。左に寄って止まってもらってもいいですか。左に立ってもらってもらってもいいですか。離せって離せって。どうしました。知らない人にタックルされて。忘年会シーズン、多くの人でにぎわう師走の金曜日、容赦なく降り続く雨の中、酔っ払いや事故の対応に追われる警察官たち。県内一の繁華街を受け持つ盛岡東警察署菜園交番。年末年始に向け忘年会や人出が増えるこの時期、酔っ払いや交通事故、強盗などの凶悪事件への特別警戒に当たっている。この日の当番は、今年警察学校を卒業したばかりの新人警察官、岩渕健巡査と、警察官12年目の幼い大輝巡査部長ら4人。夜間は交代で休憩を取りながら業務に当たる。この日、盛岡市の最低気温はマイナス 2.2 度。雪が降り続く中、店や施設を回り、年末に向け特殊詐欺や強盗への注意などを呼びかける。まあ、変な電話もないし、変な人が来てるっていうのも今のところはないです、うん。まあ、その通りすぐ行ってもらえれば私来ますので、はい。岩渕巡査は空港で手荷物や身体検査をする保安検査員から警察官に転職した異色の経歴の持ち主だ。空港で働いてた時に、まあ、酔っ払いの人が空港で暴れて、で、まあ、その僕の同期、その当時の同期だった保安検査員が、まあ、と被害者側になって、まあ、検査員だと、まあ、そこの場をそのお客さんの安全を守ったりとかっていうところまでなんですけど、まあ、警察官ってなると実際にその本当に暴れたやつを相手に仕事ができたりっていうので、警察官かっこいいなって思ったのが最初ですね。高校時代は夏の高校野球岩手大会準決勝で、あの佐々木朗希投手と対戦しヒットを放ったこともある。154キロ弾きました。これが1、2塁間抜けます。一関工業チーム初ヒット、岩渕5番バッターのバットに生まれました。すごいその楽しみで、大会に出ることができて、本当に楽しみながらやらせてもらいました。大変なこともあるんですけど、まだその1年目でできないことも多いんですけど、やっぱり感謝される仕事ではあるなと思っていて、たくさんのその事案の中でその感謝された時が人の役に立ってるなっていう感じる瞬間ですね。岩渕巡査とペアを組む幼い巡査部長は、自動車警ら隊などを長く経験してきた中堅の警察官だ。やっぱ時間帯とか場所的に考えて、なんでこの人はここ今日は通ってるんだろうなとか、そういうこうちょっとした疑問点っていうのを常に持つように心がけてて、そこを要は解明していくというか、一つ一つ。やっぱり飲酒運転とかであれば、やっぱりこう対抗した時の、まあ、目つき表情だったりとか顔の色だったりとか、あとやっぱ車の動きですね。警察官を志したきっかけは、大学3年生の時に経験した東日本大震災だったという。震災のあの被害の光景を見てて、自分もやっぱ何かしたいなっていう気持ちがあったので、で、まあ、元々は視野に入れてたっていうのもあるんですけれども、やっぱ警察官を、まあ、警察官になろうっていうふうに思って、沿岸被災地での勤務を希望し、警察学校卒業後は大船渡警察署や釜石警察署などの勤務を経験してきた。結構落ち着いてる、まあ、冷静に物事見てるなっていうところはあるので、やっぱりこういう繁華街だったりすると、こうやっぱりその、まあ、泥酔した人だったりとか、まあ、精神的にやっぱり興奮している人っていうのが扱うことが多いので、まあ、そういった時にこういう岩内君みたいな冷静な要は対応っていうかっていうのは、相手を落ち着かせることにもつながるので、そこはすごいやっぱりその部分も長所だなっていうふうには私は思ってますね。
日が落ちて雨足も強くなってきた頃から菜園交番は慌ただしくなる。すいません、菜園の交番なんですけど、今ここ一方通行の道路で逆走だったんですね。すいません。そうですね、ちょっとそこ交差点入るところにもちょっとちゃんと消費が設置されてました。青森の男性が運転する車が交番前の一方通行の道を逆走、標識を見落としたらしい。およそ30分後、今度は追突事故が発生。現場へ向かう。後ろの車が前の車に追突した人身事故。運転手は背中や首を痛めたようだ。びっくりしたね。でも本当にひどくなってきたときはすぐに言ってください。後ろの方でね、すぐちゃんと呼ぶので、救急車についても不要となります。なお現時間帯かなり交通量多いので、こちら交通整理等実施当たります。どうぞ。交番に戻ったおよそ2時間後、再び無線で要請が入る。盛岡市内で70代の男性が朝から行方不明になっているという。およそ1時間パトカーで探したが、男性は見つからなかった。無線で通常業務に戻るよう指令があり、捜索は一旦終了となった。午後10時半ごろ、本町通りの店が何者かに荒らされた可能性があるという。現場へと急ぐ。不審者がいたという情報もあり、捜査するがいないようだ。近くをパトカーで回り、不審な人物や車がいないか探すが見つからず、次の日以降も継続して警戒することになった。このあと繁華街の大通りをパトカーで回る。深夜0時半という遅い時間にもかかわらず、忘年会帰りの人たちで通りは賑やかだ。とここでパトカーに男性らが近づいてきた。どうしました？知らない人にブロックされて、その彼が携帯なくして、俺の携帯どこだっつって私に突っ込みます。急に私の足を持ってバーぶん投げて、私は通行人ですよ。仲間と一緒に歩いていたところ、見知らぬ男性から暴行を受け、持っていたパソコンを壊された可能性もあるようだ。かなり怒っている。待ってください、待ってくださいね、いきなりそれやられて、で我々はまだ飲みに行こうと思ったのに、全然その気温もなくなってしまって、用意冷めるもんね。そうだね。今後被害届を出す場合などに向けアドバイスをし、男性らと別れた。タクシー待ちの人が溢れている大通りで再びパトロールを開始。何かを発見したようだ。何時から乗れたんですか？結構苦しそうです。7時ぐらいです。1人忘年会かなんかですか？30代の男性が忘年会の後タクシーが捕まらず、待っている間に居眠りをしてしまったという。できるんだったら多分どっかで休んだ方がいいと思います。ここでは休まない方がいいかな。じゃあすいません、気をつけてもらって、はい、よろしくお願いします。今度は酔っ払った男性が頭を打ったという連絡が入り、現場に向かう。所轄菜園から所轄盛岡東菜園にあっても現着。どうぞ。と捜査員と合流して対応とします。以上、所轄菜園。バーで飲んでいた60代の男性が酔っ払って壁に頭をぶつけたという。暴れない、話せって。落ち着いて、ダメやって、見てくれるって言うんだからさ。体のことを思って見るんだから。暴れないの。暴れないよ。
担架に乗せられた男性は暴れ出し、救急隊員や岩渕巡査らに大声を上げ始める。うん、でもほら暴れないため、落ち着いてくださいって。暴れないためだから。男性が暴れ出したため受け入れ先の病院がなかなか見つからない。上がったから乗りなさい。まず結局受け入れ先の病院が決まらず、怪我も重傷ではなかったことから、男性はこの後盛岡東警察署の中にある保護室に送られることになった。翌日の午前7時、仮眠を取り業務を再開していた岩渕巡査ら、報告書を作成し眠りについたのは午前4時半ごろだったという。昨日はすごい、泥酔者とか、まあ、人が多かったので事案も多かったんですけど、特にその大きな、事件にならなくてよかったなというふうに思います。まあ、一個一個ちゃんとしっかりと対応しつつ、皆さんある意味こう無事にというか楽しく年末年始過ごせるように、自分たちも治安維持頑張っていきたいなと思ってます。小さな、気づきっていうのを大切にして、そこからその、気づくこととか見えるものがあると思うので、大きな事件とかそういうのにつながらないように、そうなる前に、対応できる警察官になれればなと思ってます。年の瀬の県内、町が忘年会や新年に向けてにぎわう中、今日も住民を守るという使命と誇りを胸に業務に当たる。